こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では大人のコーディネートの鉄則を徹底解説をしてみたいなというふうに思っています。皆さんもですね、ファッションにおいてコーディネートについて結構悩んでいるかなと思うんですね。どんなアイテムを買い揃えばいいのか、これもすごく重要で、僕の動画の中ではよく出してるんですけども、買ったはいいけどそれをどう組み合わせればいいのか、ここに大きな悩みを持っている方少なくないかなと思っています。そしてコーディネートってセンスが必要じゃないかと思っている方も少なくないかなと思うんですが、もちろんセンスがあった方がコーディネートを理解しやすいんですけども、ただですね、ある程度理屈としてコーディネートについて理解するとぐっとですね、日々の着こなしが楽になるかなと思うので、今回の考え方ぜひ最後まで皆さん見ていただければなと思っています。今回皆さんにお伝えするですね、主題となるのがカジュアルときれいめのバランスを取るということなんですが、この理屈というのは今までですね、いろんなファッション業界の方々が提唱してきたものですし、僕自身もですね、今まで数冊本を書いてるんですが、その中でも何度もお伝えしてきた内容なんですね。改めてこの考え方を皆さんにお伝えすることで、かなりですね、日々のコーディネートが楽になるかなと思っています。今回の動画でもこちらの方に僕の iPad のメモをですね、表示しながら、なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからは具体的に解説をしていきたいなと思っているんですが、こちらの表まず皆さんに見ていただきたいなと思っています。まあ、タイトルはコーディネートの鉄則という形で今回は書いているんですが、まず皆さんに理解していただきたいのはこの表なんですね。今回は横軸だけをですね、表示しているんですが、これはですね、カジュアルと綺麗めというですね、軸になっていまして、左に行けば行くほどカジュアルなアイテムをこちらの方には表示をしていまして、右に行くほどですね、綺麗めなアイテムという形で表示をしているんですね。これはどういうことかというと、ファッションアイテムって本当に様々なものがありますよね。シャツがあったり、T シャツがあったり、ジャケットがあったり、コートがあったり、ボトムスがあったり、靴があったり、バッグがあったりだとか、様々なアイテムがあるんですが、それぞれのアイテムには個性があるんですね。その個性というのはカジュアルなのか綺麗めなのかという個性なんですね。なかなか多くの男性はこのアイテムはカジュアルなのかなというところが分かりづらいかなと思うので、今回表の上にですね、書いてみたわけなんですが、まずカジュアルの定義から皆さんにお伝えしたいなと思ってるんですが、カジュアルというのはよりラフなイメージのアイテムで、分かりやすく言うなら部屋着のようなものですね。スウェットみたいなものをイメージしてもらうと、カジュアルというものがより理解しやすいかなと思っています。一方で、綺麗めのアイテムっていうのの代表格というのは、スーツですね。これが綺麗めの最高峰というところで、よりカチッとして綺麗な雰囲気に見えるものをですね、綺麗めと表現しています。じゃあですね、具体的にどんなアイテムがカジュアルなものとして挙げられるのか、まずはここから見ていきたいなと思っているんですが、先ほどお伝えしたようなパーカー系ですとか、あとはボトムスで言ったらデニムだとか、あとはチノパンだとか、こういったものなんかはかなりカジュアルなアイテムかなと思っています。アウターで言ったらダウンですね。ボリューミーで着丈が短いスポーティーなものはカジュアルに入ってくるかなと思いますし、あとはトップスの中では T シャツですね。特に僕も今着てますが、プリント T シャツみたいなものはかなりカジュアルですし、プリントがない無地 T シャツだと5段階で言うところの2ぐらいのですね、カジュアルさかなと思っています。そして靴で言ったらスニーカーですね。これがかなりカジュアル度が高いものかなというふうに思っています。一方で綺麗めなアイテムですね。こういったものにはどんなものが該当するかというと、例えばジャケットですとか、あとはシャツですね。シャツも襟のついたものであればかなり綺麗めになりますし、あとはロングコートですね。丈の長いロングコートというのも結構ビジネスシーンでも使うことがあるようなものなので、綺麗度が高いかなと思っています。そして靴で言ったら紐付きの革靴ですね。このあたりもかなり綺麗度が高いかなと思います。ボトムス系で言ったらスラックス系なんかが割とビジネスライクにも使いやすいようなすごく綺麗めなボトムスかなというふうに思っています。このように様々なアイテムが存在する中で、カジュアルなアイテムと綺麗めなアイテムにある程度分けることができるんですが、その間の中間的なアイテムというものも存在しまして、例えばニット、セーターみたいなものは割と中間位置よりも少し綺麗め寄りかなというところですね。あとはシャツで言うとバンドカラーシャツ。先ほどお伝えしたような襟のついているようなシャツは綺麗めなんですけども、襟が割と省略されているようなバンドカラーシャツみたいなものはややカジュアルめなんですね。中間より少し綺麗めぐらいかなと思います。あとはシャツアウターと呼ばれるような
シャツに見えるんだけども、生地がちょっと厚めで、アウター的に使えるようなもの。こういったものもですね、一応襟がついているので、少し綺麗み寄りのアイテムかなと思っています。あとはローファーですね。靴の中でも革靴なんだけど紐がついてないというものはややカジュアル感はあるんですが、やはりちょっと綺麗めよりかなという形で、このような中間よりちょっと綺麗めのアイテムなんかもあったりするんですね。大きく分けるとカジュアルな軍と綺麗めな軍とちょっとカジュアルめの軍というこの3つがあるというところをまずは理解をしていただければなと思っています。そしてここを理解しながら改めてですね、よくやりがちな失敗を皆さんにお伝えしたいなと思うんですが、休日の大人の男性をよく観察していると、結構ですね、全身がカジュアルすぎる方少なくないんですね。例えばどんなコーディネートかというと、パーカーを着て、チノパンを着て、靴はスニーカーを履いて、あとバッグ、ここには書いてないですが、ショルダーバッグみたいなものをしている。これまたカジュアルなアイテムなんですけども、このような形で全身カジュアルなものでまとめている男性少なくないんですが、これはですね、NG のコーディネートなんですね。このようにカジュアルすぎると、自分の年齢と合わない形でギャップが生じてしまうので、なかなか素敵に見えづらいという問題があるんですね。一方で、綺麗めに振りすぎているという場合も少なくなくて、例えばブラックのジャケットにブラックのスラックス、いわゆるセットアップですね。その内側に白シャツを着て、第2ボタンくらいまで開けて、ネックレスをしている。そして足元はレザーのとんがり気味の靴を履いて、クラッチバッグを持っている。このような状態の男性も意外とですね、夜の街には多かったりするんですが、これはこれで綺麗めすぎてしまって、ちょっとキザに見えたりするんですね。もしくは仕事着っぽく見えてしまうので、あまり綺麗すぎてもコーディネートのバランスとしてはちょっと難しいかなと思っています。要するにですね、カジュアルすぎてもダメだし、綺麗めすぎてもダメ。カジュアルと綺麗めのアイテムをうまくミックスしながら、中間あたりを意識するというのが非常に大切な項目になってくるんですね。これがよく言われるカジュアルと綺麗めのバランスを取るということなんですね。で、先ほどもお伝えした通り、結構多くのですね、おしゃれが苦手な男性は、結構カジュアルなアイテムはたくさん持ってるんですね。ボトムスだったら、ブルーデニムかチノパン、このあたりはすごく持ってる方多いですし、靴だと圧倒的にスニーカーの率が高いですし、バッグだったらリュックタイプのものだとか、ショルダーバッグだとか、こういったものも多いですし、トップスも T シャツだとかね、そういったものが多かったりするわけなんですけども、そこに対してちょっと綺麗めなアイテムを差し込んであげると、かなりバランスが取れてくるんですね。例えばトップスを着る際には、ロンTだとかプリント T シャツではなくて、あえてニットを選んでみるだとか、あとはストライプ柄のシャツを取り入れてみるだとか、こういった形でトップスを変えるだけでもだいぶ雰囲気は変わるかなと思いますし、いつもチノパンだとかデニムばかりであったら、ちょっとこうスラックスっぽいものを履いてみるというところで、ユニクロのスマートアンクルパンツですね。ブラックのスラックス調のものに変えてあげるだけで、だいぶ雰囲気は変わってくるんですね。上半身がパーカーみたいなものでも、スラックスみたいなものを合わせれば、意外と大人っぽく見えたりするので、全身の中に綺麗めなアイテムを少しずつ取り入れていくということが、まずはコーディネートのバランスを取るためには、すごく重要なのかなというふうに思っています。まず皆さんには、アイテムの特徴というのをですね、改めて考えていただきながら、ご自身のクローゼットを開いてみていただきたいんですね。今どんなお洋服がクローゼットの中には多いのか、これを見ていただくと一目瞭然なんですが、ちょっとカジュアルなものが多いかなという場合は、綺麗めなアイテムを少しずつ増やしてみるといいかなと思っています。例えば冬であったらダウンばっかり着てるなという場合は、少しカジュアル寄りになりすぎているので、綺麗めなロング丈のコートですね。ステンカラーコートでもいいですし、チェスターコートでもいいですし、こういった綺麗なコートを取り入れてみるのもいいかなと思います。あとはかなりカジュアルなスポーツブランドのロゴがしっかりと入ったスニーカーばかり持っているのであれば、同じスニーカーのジャンルでも、なるべくシンプルなホワイトのレザースニーカーだとか、ブラックのレザースニーカー。これはですね、大体この図で言うと、中間ぐらいにする感じですが、まあ、このあたりのアイテムに変えてあげるのもいいと思いますし、あとボトムスもデニムだとかチノパンばかりだったら、ちょっとスラックス調のアイテムですね。グレーだとか、ブラックのですね、スラックス調のアイテムを加えてみるだとか、このような形で、やや綺麗めなものをミックスしてあげると、すごくバランスがいいんじゃないのかなと思っています。そしてここからは少し応用編になってくるんですが、このカジュアルと綺麗めのバランスというのはアイテムでも語ることができるんですが、もう少しですね、範疇を広げてサイズ感というところにも適用することができるんですね。今トレンドになっているゆったりめのサイズ感というのはカジュアルの方向なんですね。
一方でタイトなスタイルというのはきれいめになるんですね。で、サイズ感というのはどちらを優先すればいいのかというと、例えば全身緩いサイズになるとかなりカジュアルめになってしまうんですね。そういったものが似合いやすいのはやはり若い世代なんですね。なぜ若い世代に似合いやすいのかというと、若い世代というのはまず自分自身がきれいめなんですね。まだ年齢が若くて体型もスマートなので、自分自身がある程度きれいな状態を保っているので、あえてサイズ感をゆったりしてもそこまでですねカジュアルになりすぎることがないんですね。一方で大人世代になると肌の質感も変わるし、あとは髪の毛のボリュームも変わりますし、さらには体型も変わるわけですね。まあ、ある程度若い頃に比べると残念ながら綺麗さというのがちょっとずつ損なわれてくるわけで、その状態でサイズ感もすべてゆったりめにしてしまうと、どうしてもですねカジュアルすぎてしまって、これまたバランスが取りづらいので、全部ゆったりめにするのではなくて、ボトムスは割とスッキリめにして、上半身のコートを少しゆったりめにする、これくらいであれば僕はバランスが取りやすいのかなと思っています。一方で全身をタイトにしてしまうと、それまたですねちょっとキザっぽく見えてしまうので、適度なゆとりを持たせながらサイズ感もカジュアルと綺麗めのバランスを取ってあげると、すごくですね今よりも一段階素敵に見せることができるんじゃないかなと思っています。また色使いにおいてもカジュアルと綺麗めのバランスがあるんですね。例えばモノトーンの着こなしですね。ブラックだとかグレーだとかホワイトを使った着こなしというのはどちらかというと綺麗めな雰囲気になりますし、一方で様々な色を使うような華やかな着こなしというのはカジュアルになるんですね。ですので色使いにおいてもバランスがすごく大切で、全身ブラックだとちょっとキザっぽく見えてしまうところを程よくですねブラック、ネイビー、ホワイトを入れながら、ちょっと差し色的に見えるようなアクセントカラーですね。ロイヤルブルーを入れてみたりだとか、あとはグリーン系を入れてみたりだとか、華やかさを少しだけ足してあげる。このようなバランスというのもすごく重要になってくるのかなというふうに思っています。まあ、このようにですね、カジュアルと綺麗めのバランスというと、アイテムを軸に語られることが結構多いんですが、それだけではなくて、サイズ感であったり、色使いであったり、あとはさらに言えば自分自身の見た目ですね。このあたりも含めてカジュアルと綺麗めのバランスみたいなものがあるわけですね。身長が高くてスタイルがいい方は綺麗めに見えますし、一方で僕のように身長が低かったりだとか、あとはぽっちゃり体型の方だとか、あまりスタイルが良くなかったらカジュアルめに見えたりするので、このあたりの自分の特徴も含めて、自分はあまり体型には自信がないので、少し綺麗なアイテムを多めに取り入れようかなとか、こういった形で自分のウィークポイントをうまくアイテムでカバーしてあげるというのもすごく重要な点なのかなと思っています。ちょっと複雑になってきたので改めて整理をしてみたいなと思うんですが、まずはアイテムの特徴を皆さんには理解をしていただきたいなと思っています。皆さんのお手持ちのアイテムが綺麗め寄りなのかカジュアル寄りなのか、ここをまずはしっかりと見極めながら、足りてないものを少しずつ足していくということが非常に大切かなと思っています。多くの男性は結構綺麗めのアイテムが不足していることが多かったりするので、例えばニットを買い足してみたりだとか、襟付きのシャツを買ってみたりだとか、たまにはちょっと綺麗めなローファーを買ってみたりだとか、こういったところで綺麗めなアイテムをですね少し足してあげるとバランスが取りやすいかなと思います。そしてこのようにアイテムのカジュアルと綺麗めのバランスがある程度意識できるようになったら、サイズ感だとか色使いだとか、あとは自分自身の個性だとか、こういったところを加味しながら全身をカジュアルすぎず綺麗めすぎずバランスをとっていく、ここをですね意識してあげるとだいぶコーディネートが分かりやすいかなと思うので、ぜひ参考にしていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画ではカジュアルと綺麗めのバランスというですねメンズファッションのコーディネートにおけるすごく重要な考え方を皆さんにお伝えさせていただきました。この考え方を頭の中に持っておくだけで日々のコーディネートは結構楽になるかなと思っています。毎日コーディネートが完成した段階で鏡の前に立って、ちょっとカジュアルすぎないかなとか、ちょっと綺麗めに振りすぎたかなというところでしっかりと確認をして、アイテムを 1,2 点変えるだけで結構バランスが取りやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもですねこの考え方、明日からトライをしていただければなというふうに思っています。これからもですねこちらのチャンネルではメンズファッションの基本を図ですとか写真を使いながら、なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。
大山旬のメンバーシップチャンネル。